クリスチャンの寄り道をお聞きの皆様、こんにちは。ハンナ小林です。今日は窮地の時に神様に助けられた話というテーマで、私の体験したお話をさせていただきます。今から11年ほど前、東北大震災がありました。3月11日、私は千葉県の柏にいて、その日教会の集会が午後ありまして、東京からその東京の牧師さんや賛美グループギフトさんたちが柏にも来ておられました。またその日は、集会に全く初めて、という若い女子大生の方もですね、ご友人に連れられて参加しておられたんです。私は集会の準備で忙しく動き回ってたんですが、その日の集会というのは建物が5階で、その5階の和室で集会を行うことになってたんですけど、まあ皆さんお部屋にもうすでに集まってたんですが、私は何か1階の受付などに用があって、1階にいまして、まあエレベーターで5階にこれから行こうと思って、ボタンをですね、エレベーターのボタンを押そうとした瞬間に、グラグラーと大きな地震が起こってきました。ああエレベーターの危険だと思った瞬間でしたが、その時心の中に守られるという、そういう思いがすごく、来ていました。しかし、その時の揺れは今までに経験したことのない揺れとなっていき、ガラス張りの建物でしたので、ロビーにいた人たちが大きな声を上げ叫び始めて、なんか大変な事態になっていきました。そして私はですね、頑張って5階まで、階段で登って、5階まで登っていって、皆さんが集まっている和室の部屋に行ったんですが、もう皆さん座布団を頭に乗せてですね、地震がこう収まるのをこう待ってるような、そういう状況でありました。すでに外はもう車で大渋滞、電車はストップという状況だったんですけれども、その日ですね、東京から来られていた牧師さんや賛美グループの人たちもみんな同じ車で東京にお戻りになるということでしたが、私たちはですね、今回初めて来られた女子大生の方、その友人もですね、まあ、茨城の方から来られていたんで、そちらまで私たちの車で送ってあげなくてはいけない、そういう状況になってきました。もうこれはですね、家にたどり着く頃は真夜中を回ること、朝になるかもしれないということは覚悟しました。これってまあある意味で家に帰れるのかなっていう不安とですね、恐れとか、こうあって、ちょっとこう窮地に陥っているような感じもあったんですね。でもですね、聖書には全てのことを感謝しなさいという言葉があるので、このことの後ろに神様のご計画が何かあるから、感謝してたら全てが一気に変えられる、そういう状況をですね、信じて感謝してきました。そしてですね、吉田市の人たちを車に乗せてさあ出発という時に、もう渋滞の中で行くんだなと思ってたらですね、その女子大生の一人が抜け道を知ってるので、その道を通れば大丈夫だと言うんですね。なんとその初対面であったその女子大生は、自転車のロードレースの選手でいろんな道を熟知している方だったんですね。その女子大生の言う通りに、まあ、うちの主人が車を走らせてくれてたんですけれども、信号ない暗い道を通っていくんです。人も全く通ってない、こんな道あるんだっていうような道をずっと走って、暗い道をずっと走っていくんですね。で、遠くからは通常の道路はもう車が大渋滞で連なっていて、それを横目でまあ見ながら、もうノンストップでその女子大生の言われる通りに、またその女子大生のですね、大学までスムーズに行くことができました。お家まで送るはずだったんですけど、その女子大生たちが大学にですね、自分たちの自転車が置いてあるので、帰りはこれの自転車で帰れるから、ここまで大学のとこまででいいというんですね。でその後ですね、私たちが東京に帰らねばならない道も、どの道を通ったらいいか詳しくその女子大生が教えてくださって、これまたスムーズに、なんと真夜中になる前、23時台には自宅にたどり着くということができたんですね。確か23時半だったか11時半ですね、夜のね。
そういう感じだったんですけども、もしあの日あの女子大生来てなかったら、私たちはきっと大渋滞の中で真夜中を回ってなかなか帰宅することは困難になってたと思わされるんですね。またですね、あのエレベーターでボタンを押す直前で閉じ込められずに守られたことも、帰り道ほんと遠回りして人を送っても先に帰られていた東京の牧師さんやサビの人たちと、サビのねグループの人たちと変わらない時間帯に自宅に帰れたっていう、なんかまるでワープしたみたいな感じでですね、本当に神様の憐みの御手があったと思うんですね。その女子大生は何回かその後教会に何回か来てくださって、イエス様を信じるお祈りをされていかれました。でまさに私たちはあの時窮地に陥ったそのような状況だったんですけれども、本当にその女子大生を通して神様が助けてくださっていたんだなということを今でもそう信じて神様に感謝しています。ここまでお話を聞いてくださりありがとうございます。終わります。